プレシャス・ポール・エラリングは、アメリカ合衆国の元プロレスラー、マネージャー。ミネソタ州メルローズ出身。現役選手時代は、スーパースタービリグラファム系の筋肉美を誇る、ヒールとして活躍。引退後は、ロードオリアーズのマネージャーとなって、名を馳せた。娘のレイチェル・エラリングもプロレスラー。アワのバーンガニアのもでトレーニングを積み、1978年に、 プロレスラーとしてデビュー。ベビーフェイスのポジションで、同タイプのジェシー・ベンチュラと交想し、スティーブ・オルソのスキーと組んで、ベンチュラアドリアン・アドニスのイースト・ウェイスとコネクションが保持していた、アワー世界タッグ王座にも挑戦した。その後、ヒールに転向して、テネシー州メンフィスのクアーに参戦。1980年3月11日に、シークアリ・ハッサンと組んで、 ビル・ロビンソン&、ケン・ルーカスから、アワ・ナンブ・タッグ・王座を、同年4月7日には、ジミー・バリアントから、アワ・ナンブ・ヘビー級・王座をダッシュしている。クアでは、ジミー・ハートをマネージャーに、テネシーの帝王・ジェリー・ローラーをはじめ、ビル・ダンディー、ソニー・リー・キング、リッキー・モートン、トミー・リッチらと構想を展開した。当時の日本では、リッキー・スティム・ボートやポール・オンド・オフなどとともに、 まだ見ぬ競合の一人として注目され、1981年に国際プロレスに初来日を果たす。5月4日に札幌中島スポーツセンターで行われた、当時病気療養中だったアニマル、浜口の王座返上で空位となっていた、岩世界タッグ王座決定戦において、テリー・ラザンと組んで、ラッシャー・キムラ・ンド・マイティの上に勝利、第24代のチャンピオンチームとなる。 その後、5月13日に、岩手県一ノ関市にて、井上アシュラ、原を相手にタイトルを、防衛、5月16日の高楽園ホールでの、金網デスマッチで、最終的には、井上原に王座を奪われるも、期待に違わぬ活躍を見せた。1982年、内臓疾患のためフルタイムのレスラー活動から、離れるが、 そのマイクパフォーマンスの巧みさを、オレアンダーソンに見込まれ、1983年より、NWA ジョージア地区で、プレイングマネージャーに転身。バズ・ソイヤー、ジェイク・ロバーツ、アーン・アンダーソン、キング・コング・バンディラを配下に、悪の軍団、リージョン・オブ・ドゥームを組織する。同じく、エディ・シャーキーを死に持つロード・ウォリアーズとも合体、後に、リージョン・オブ・ドー,ムイコールロードのユニット名は、 ウォリアーズの別名義となった。ウォリアーズが注目を集めるようになると、彼らの専任マネージャーとなって、フルスのアワーと契約。1984年8月25日、ラスベガスでクラッシャーアリソワスキーバロンフォンラシクから、アワー世界タッグ王座をダッシュさせる。一行も、ウォリアーズと共に全日本プロレス、NWA、WCW、WWF で、 活躍、1980年代を代表するタッグチームのマネージャーとして、プロレス誌にその名を残した。すでに現役を退いていたものの、ホークアニマルのパートナーとなって、試合に出場したこともある。1992年のウォリアーズ解散後は、プロレス業界から離れていたが、再結成後の1998年に、 ロードと敵対する立場となって WWF に登場。バイカー軍団、ディサイプルズ・オブ・アポカリプスのマネージャーとなり、ロードと構想を繰り広げた。その後は、犬ぞりレーサーとして活動。DOA のマネージャー時も、レース用のゴーグルをトレードマークとして装着していた。2011年、ロード・オリアーズと共に、WWE 殿堂に迎えられた。 2016年6月8日、WWE の下部組織、NXT の NXT Take Over The End にて、ザリバイバル VS アメリカンアルファの NXT タッグオーザ戦の試合後、アメリカンアルファを襲撃した、オーサーズ・オブ・ペインのマネージャーとして登場。2018年4月9日のローにおける、ヒース・スレーターライノ戦まで、彼らのマネージャーを務めた。 2016年6月より、WWENXT にて、オーサーズ・オブ・ペインを担当マネージャーとしてのエラリングについて、ロード・オリアー・アニマルは、彼からは、多くのことを教わった。基礎を教えてくれたのは、エディ・シャーキーだったが、具体的なタッグの戦い方を教えてくれたのは、ポール・エラリングだ。彼は紙に四角いリングを書いて、ここに、ホークがいて、相手をロープに投げたら、 アニマルはこう動けなど、すべてわかりやすく図で説明してくれた。試合のフォーメーションも一つ覚えたら、じゃあ次は二つ加えてみよう。それができたら三つだという具合に少しずつバリエーションを増やしていって、素人だった俺たちにプロレスの色派を教えてくれたんだなどと語っている。ありがとうございます。